自分に愛しないものは他人に愛されない。皆さん、おはようございます。本日、このビデオでみんなを紹介したいのは、どうやって自分を愛する、どうやって慈愛になるということですね。自分も昔ながら結構自己嫌悪の人だったんですけれども、最近もたんまに出てくるんですけれども、特に昨日の友達からも聞いたのセッションなんですけれども、すごく自分の自己嫌悪の言葉すごく出たんで、もう全てを思いっきり出したというのパターンでしたけれですけれども、ものすごくすごくスッキリしたというパターンもあって、で自分も昔ながら結構ゲームが好きで、こちらご覧の通り、3700時間でずっと一つのゲームをやってたんですけれども、それ以外のゲームも結構やってたんですが、でこれは結構いい証拠だなと思いまして、僕もそうだったんですね。では、レシピポの皆さん、どうやって自分の慈愛になるかというと、3つステップに分かれます。最初のステップなんですけれども、普通にペーパー、普通の紙を手に取ってください。あるいは、Excel の、Excel のタブル、その Excel の表を作ってください。で、それを作ったら、何か書くかというと、自分の人生を一番の、達成したものか、人から感謝された出来事を覚え出してください。それ一番簡単に覚え出せるのは、また2つの種類あるんですけれども、432Hz HZ の音楽か、ビーツ、普通のビーツですね。有名じゃないじゃなくて、BEATS、OK? Just、ただこれを書いてください。で、そこからその音楽は結構あなたの支えになる。その出来事を覚え出すためにですね。で、その出来事を覚え出したら、3番目のステップなんですけども、その3番目のステップは、毎日その出来事をもう一回この繰り返して繰りまくって、どちらかというと、だんだんこういう出来事を繰り返して頭の中で何か起こるかというと、だんだん覚え出すと、こういう出来事はね、自分のなんかすごく自信もなるし、かつすごく慈愛になる、自分に愛するを始める。でこれは結構大事です。本当に自分に愛しない人は他に愛されないからです。だから本当にこれを毎日やったら、慈愛は自然に来る。特に人から感謝の気持ちをもらった、ありがとうという気持ちをもらった時に覚えた方がいいです。これは学校のこう成績証明書よりずっといいです。本当に他の人から感謝という気持ちですね。その気持ちをだんだん重なると、もう自分の価値がだんだん上がる。自分の中で自分の価値で、それがあるにつけ、次は何かするかというと、ほぼ毎日やって、毎日新しいの物語、そこに追加して、でそこからものすごくたくさんの出来事が出る。これ毎回やったら、ものすごくものが出るからこそ、もうその慈愛にあふれている。だから人にも慈愛が、愛をシェアができます。ですので、私はこういう人をねだったんですけれども、昔も結構
対人恐怖症者だったんですけれども、でその対人恐怖症者で内向な人だったんで、で自分が本当に覚えるのは人を助けるからこそ人にケアする、人にシェアするから人にケアする、人を助かる。だから現在はちょっと時間があったんですけれども、でもしあなたは自分の悩みが当たったらんですけれども、下の概要欄であのカレンダリーリンクがあって、そこにクリックして、あるいは普通に PM でもいいですけれども、まあ自分のスケジュール、僕のコールをスケジュールしてください。あなたの闇を一緒に解決しましょう。レシーブの皆さん、もしあなたはまだ対人恐怖症を抱えている人ですだったので、まあ、この動画をご覧になってください。または僕は毎日投稿しますので、登録や通知ボタンを押してください。前に言ったんですけれども、僕の思いは人のシェアするからケアする、だから自分の友達をケアしたいならその動画にもそこにシェアしてください。もしその動画は何か価値が感あったら、それもグッドボタン、つまり高評価もお願いいたします。もしよかったらこの2つの動画もあなたの対人恐怖症も解決するかもしれません。次の動画に会いましょう。